ポッドキャストものものでございますけども、もうす話がちょっと、いやそれはもう今週はもう持ちきりじゃない、職場とかでも。どうだよな、サラリーマンの、なんていうの、まあ、その喫煙所とかでも。まあ、言ってるか。あ、会社の、まあ、買ったのがどうなんだよ。30代、40代は。貸してくれよ。うん、まあでもそうやろな。な、あるんじゃない、やっぱり。いや、いいね。本当に。待ってたらいいことがあったと。待って、やっぱ粘ってたらさ。粘って。諦めんでよかったっすよね。脱いでくれとは思ってんやろ、当時。あ、出してたね。あれなんで？そういや、出してたね。タレントやってはったん、引退してから。いやいや、やってないよね。なんか、引退してたと思うんですよ。大学行きたいみたいなんで引退しましたもんね、確かね。そうやっけ。俺でもさ、その、わからんけど、ローラとかさ、なんか出しそうな気もせえ、はい、なんとなく。なったらもう出してそうやけどな。出してたらもうちょい、まあ、ヌードは出してたらもうちょい話題なんじゃない？てか、ヌードじゃないもんね。この、今回のごまきさんのやつは。うん。で、あれちょうどいいね、やっぱり。で、あれやっぱ、ネットで、あれ流れてきたっすやん。あの、プールの。やっぱ、あれ、え？流れてきてないの？俺見てない。え？マジで？あれでみんな買ってんねんで。あ、その話題だったんや、そんな。俺はだって、ってその、言ったらさ、あれなんか、うわ、なんか AI のなんか変なやつや、うん、とか、やっぱ一瞬思ったもんね。細工してるみたいな。あ、そんなわけないやろって思ったけど、ほんまやって、オズワルドの伊藤に聞いて、ほんまなんこれ。あれほんまっすよ、とか言って。なんでしてないの？え、買おうとか思って。そう、あ、それは何、流出したみたいなもん、ね、いや違う。こんなんが出ますよの、多分あ、流出かな、ごま、誰か取った。誰かが、いやでもさ、その前からそんな、いけんすかね、その。あ、発売前から、流出ではないかもやけどね、多分。それでいけん。もしかして宣伝の一つとしてっていうことなのか。あれで、だって買おうって決めた人めっちゃ多いと思いますもんね。ほんまに。あ、そんな見えてる。でさ、女性はさ、なんか、なんか、のな、ネット民はさ、いや、なんで男はさ、これが包丁って気づかないんだよとかさ。あ、そんな言ってんの？別に良くないって。いや、真の分からへんもんな、そんな。そう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 。で、違うかったらどうすんのもあるし、いやとしても、もう良くないかって。いや、ごまきのおっぱいでかかった話やな。まず、おっぱい大きくしたいと思ったことがええやん。いや、それ。まず、まず、あ、そういうとこにコンプレックス感じてたんだとかさ。ええやん、そっちの方。まあ、綺麗で痛いっていう気持ちやからな。うん。袋さん見てないんですか？見てないです、そんな。え？はい。で、見てないよ、だって。え、しばちゃんは？僕はあの、ネットで全部見ました。ネットで全部見てるのは。あ、無課金で。いや、それ、写真集発売っていうのはニュースは見たけど、そんな際どいのが出てるのは知ってる。でもやっぱあれっすよね、その、Kindle で買うのと本で買うのはやっぱり違いますよ。買うなら絶対本。超えてか。なんでなんで Kindle は？ Kindle は、うん、あのいつか再考を加えられるかもしれない。絶対ないやろ、ね、それあんま今は過去あったんかそれ。何で再考を加えられる？勝ったもんにさ、加えれんの、サイクって。そうやな、ね。まあね、まあネットからで、なんかいろいろできんのか。もう大元、みたいな。そんなんせえへんでしょ。でも、販売停止とかになったら消える可能性ある。そうそう。新規購入できなくなる可能性、はい、いや、勝ったやつが言えよ、それ。写真集を。再ダウンロードできなくなったらやばい。何のスイッチやねん。無課金おじさん。まず顔もそうやからな。無課金おじさんの見解。これやね。いやー、皆さん、本当に買ってください。ごまきさんの写真集な、フロスっていうタイトル。ああ、3300円でした。ラテン語で花ね。ああ、そうなんや。そう。花を、フロスを咲かせたいって言ってましたよ。言ってあったんや。最後な。インタビューとかもあんの？最後の一文な。ああ、一文に最後、インタビュー一切ない。最後、メッセージが、手書きのメッセージがあるだけみたいな。そこまでやっぱり見えひんもんな、やっぱ写真集で。その、福田さん覚えてないでしょ、そんな言葉。最後一文書いてるとかね、まあ、覚えてそこまで見てないもんやっぱり。確かに書いてあります綾瀬はるかさんとか出ないですか？いやあ、いつか出すかもね。だってまあグラビアからやもんな。そろそろ、え、もう40っすよね、綾瀬さん。同世代。確かさんと同い年。いやいや、袋のね、1個上ちゃう。鍋ちゃん、鍋ちゃん世代や。うん。
なべちゃん世代や。ああ。痛いわ。自分世代のさ、芸能人誰も出してないんちゃう、うん、何それ。悔しくなるな。何やそれ。え、誰か出してんの？いやー、40歳。84年 ?84、5年ですけど、うん、確かにベッキーも出してない。あ、ベッキーさんそうなんや。ベッキーさんか。うん。出してない。藤本美貴ティも出してないです。出さんやろ、もう藤本さんは。僕世代。俺は世代は、足立由美さんって出したんやったっけ？出したよ。だから俺世代はもうそれで。はい。あれそれで、何やねん、その代表。お母さんも出してるし。足立由美さん。お母さんも。俺は足立由美さんと柴崎コウさんとかね。うわ、柴崎さんは出てないと思うけど、ね。出てないな。でも出しそうな気もせえへん。なんか。出しそう。まあまあ、まあ諦めとこ。粘ろう。まあまあ、頭の片隅に持っとけや。諦めんなって。マジで。いや、諦めた。諦めんな。ないねんけどな。マジで。考えもせえへんからな。出たらええなーで終わってるからな、うん、こればっかりは。まあまあまあ。メトヤンさんも同い年。同い年だな、俺は。出し、出せないよな。出さないでしょう。さすがに。年か一人ぐらいね。まあね。次誰でしょうね。本当に。それぐらいのビッグタイトル。うん、ビッグタイトル。うん、まあまあまあ、ちょっと、まあ、諦めずに。ね、皆さんいいことありますよ。す、ね、生きてたら逆に言うと、だからこの日のために好きになっとくってことがやっぱ、うん、そう、それはあるで、ってことですよね。それはあるな、うんうん、ちゃんとちゃんと見とくってことで、そうね、綾瀬はるかの全身をくまなくずっと見とくわけ。気持ち悪い話。いずれ出た時のためにね。だからさ、そう考えたら学生時代を経て、うんうん、ね、22歳超えて、はい、誰かにハマったかって話よね。まあないわな。ないよね、うん、だからハマっとかないと。いや、ほんまそうやわ、うん、だから二階堂ふみさんとかはな、脱ぎはったもんな、ずっと。いや、俺はだから そんなめっちゃファンとかじゃなかったけど、脱ぎはったもんな。ちゃんと見といた方がいい、うん、脱いだ、脱いだ、映画で。あ、愛のむき出しってこと、うん、いや、違う違う、あ、何やったっけ、愛のむき出し、満島ひかりか、うん、何で脱いだ、映画で2本ぐらい脱いではるよね。え、そうよ。どれ、知らんぞ、俺んとこ入ってきないぞ。ちょっとそれは今から楽しめるやん。でも俺顔しか見てないからさ。濡ればも体見てないな、あんまり、うん、ヘルタースケルターとか。いやいや、ヘルタースケルター、うん、それ見るための映画やろ。顔しか見てなかったから、窪塚の。そっちだよ。そんな鏡越しでやってるところの、うん、まあまあまあ、ちょっとじゃあ、まあ皆さん諦めずにね、待ちましょう。諦めないで。いや、あ、マヤミさんも、ね、さんも、俺さらってマヤミキさんの、俺はめっちゃ好きやったからね。インタビューとかではマヤミキが好き言ってましたね。マヤさん好きよ、ね、もう最近見えんね、マヤさん。出ましたら待ってたら諦めてないけどね、前さんは。言ってはる、言ってはるからな。言ってるから本人が。俺は諦めてない。そういう意味やったよな、あれな。そうやで。うん、メッセージ。俺は諦めてない、前さんは。うん、はい、はい。ということで、ちょっと一個だけコーナー、いきましょう。もう聞きません。さあ、もう聞きません。多いな、これもなんだかんだ。ございます。わざわざ番組のハッシュタグをつけて、こんな番組もう聞かないなどと、心の中で思っていればいいことをわざわざ書き込み、己の承認欲求を満たしているクソバカリスナーどものように、もう聞かない、もう見ないと思った番組を、怒り気味に報告してもらうコーナーでございます。まあちょっと今週はもうちょっとスペシャルですね。うん、ラジオネーム、弁慶の抜きどころ。11月8日放送の ABC テレビ本日はダイアンなりにて、大阪福島野田の商店街を街ブラシ、通行人の方に声をかけるダイアン、うん、声をかけた女性が中国人の方で、出身を切る、出身を聞くと浙江省と答えたのですが、うん、津田さんが食い気味に浙江省、うん、と最低な発言をし、ゆうすけさんに浙江省言うてるやん、セクハラやでと注意される始末。日本人として海外出身の方にこういった発言で恥をさらしてしまう、はい、津田さんの出ている番組はもう見ませんと、うん、だからもう細胞が反応してるから、お笑いじゃないもんね、そこ、ね、あの食い気味やったらしいから、浙江省、浙江省聞こえたやったもんな、もう細胞レベルで反応してますから、耳がエロすぎんねん、瞬発力がね。はい、まあまあ津田さんちゃ津田さんというかね、はい、こっちごらんラジオネーム村上、11月30日の TBS ラジオダイアンの東京スタイルポッドキャストで、うん、止まらんね、ミロミロね、うん、ミロ飲み物、あのミロね、昔あった、うんうんうん、ココアな、うん、ミロの話あ、ミロの話になった時、うん、ミロを飲んだことがない津田さんが、うん、ココアみたいなもん、うん、と発言、うん、それに対してユウスケさんが、いや、ココアとはまた違うやろ、
なんで飲んだことないのにココアって判断すんねん。腹立つ。一回も飲んだことないのにココアココアって。一回飲んでみと、知らない津田さんをいじるような形で指摘していました。うん、その後スタッフがミロを買ってきて、うん、ダイアンのお二人が味を確かめる展開に、ユウスケさんは飲んだ後、うん、とてもナチュラルに一言。うんうん、ココアや。と、感想を言ってました。ボケやろそれはでも。二人ともなんとなくの憶測で喋っているダイアンさんのラジオはもう聞きませんと。まあまあまあ、そういう、まあ袋はもうココアやと。ココアやろ。ミロ俺も飲んだことあったかな一回ぐらいやな。毎朝飲んだね。ミロってココアっていう認識であってんのあれは。うん、ココアやろ。だって粉末というか粉入れて牛乳溶かしてココア。でもココアとは言ってないやん。ミロっていう、なんかちょっとこう、新しい飲み物デッセ感なかった、なんか。ココアと思って飲んだ。ココアってもう森永のココアがあったからさ、なんか、サッカーのあれじゃなかった、ミロって。それ、パッケージね。え、それなんかチョコアとかでおごちなってへん。チョコアなんてあった？チョコアはあれじゃん。チョコア、あの、あれやん。え、ミロってさ、なんか緑のさ、あーでもサッカーあったかなんかサッカーの感じじゃなかった。サッカーボール映っててみたいな。なんかそんなイメージあるけどね。まあまあまあ、ラジオネーム弁慶の抜きどころ、11月18日放送の TBS ラジオダイアンの東京スタイルにてトンネルズの武道館ライブの話となり、曲名を上げていく流れになったのですが、津田さんが一番偉い人へを背景偉い人へ、炎のエスカルゴを恋のエスカルゴ、そしてトンネルズのレギュラー番組の話ではネルトンベニクジラ団をベニトンと間違いまくっていました。なんかね、わかるけど、わからんでもないけど、わかるけどっていうあれやな。その後もその後も歌つながりで渋谷渚ちゃんと FNS 歌謡祭に出た話題になった際にも渋谷渚を渋野日向子と間違え終始間違え、もうサッカーや、だからゴルフや、ゴルフの方で言ってもってるやん。最初から最後まで言い間違いばかりの番組も聞きませんと。すごいな。もうなんとなく感覚で二択とかで喋ってるからね、多分。この人は、多分な。うん。そうね、一週間で。まあまあ、ゴルフ好きやからっていうのもある、ね。まあ、それもあるやろな。渋谷な。でも渋谷渚はもう何回も共演したことある。やってあるでしょ。あるやろうけどね。という。いや、さすがやね。ベニトン。ベニトンも間違ってはな、まあ間違ってるか。略せば、ね。トンベニならいいけど、ね。まあ、そうだ、略せばね。っていう感じ、ね。ちょっといつ、もういつ来てるんですか。何ですか。ラジオネーム、渡辺パチオ、11月16日放送のただバカで、クリケットの話になった時、作家の渡辺さんが、インド版の巨人の星はクリケットですからね、と言った際、森田さんが、野球をクリケットに変えてんの？すごいね、千葉哲也が。とおっしゃってましたが、千葉哲也さんは明日のジョーの作者で、誰？巨人の星の作者は梶原一騎さんです。ああ、そこ間違いやすいねんな。梶原一騎と千葉哲也ね。いやでもだから芸人とかさあるやん、あれ。せやねん。いやすごい言い訳早い。間違いやすいねんな。いやもうほぼ一緒やねんね。梶原一騎と千葉哲也。いや違うんですよ。これはパチオはスポーツのことは何でも知ってるとマウントを取ってくる割に、スポーツ漫画のことを何も知らない森田さんのラジオはもう聞きませんとおっしゃってます。例えばさ、千葉哲也さんって、巨人の星は梶原一騎、あとは何？梶原一騎の。梶原一騎。俺はもうアタックナンバーワンは。明日のジョーも結局梶原一騎でしょ？明日のジョーは千葉哲也。千葉哲也さんよ。もうめちゃくちゃやん。巨人の星が梶原一騎さん。でもなんか共同というかなんか入ってなかった。でもそんな俺もイメージやねん。その原作がどうとか。俺もイメージだから、そのブロンソンと原哲夫みたいな。北斗拳パターン。そうそうそう。だって。だってもともとだって梶原一騎。空手バカ一代は？あったな、なんか。全然読んでないわ。千葉哲也。アタックナンバーワンは？アタックナンバーワンって。エースを狙えは？ちょっとでも華やかじゃない？エースを狙うのが。なんか、ちょっとその絵のタッチが。ちょっと待って、梶原一騎さんっていうのは漫画家なの？明日のジョーの原作。原作やんな。てると思うんですよ。やってんの、原作が梶原一騎、絵が千葉哲也。ああ、そんなパターンがあると思う。絵は千葉哲也ですね。で、巨人の星は？巨人の星は、木さんが原作、絵は川崎昇。ああ、そうなんや。だから、梶原一騎さんって原作の人なんやってこと。原作もを主にやるんでしょ。ああ、じゃあ合ってるわ。タイガーマスクもそうです。ああ、そうか。タイガーマスクの絵は
は辻直樹っていう人。いや合ってないね。だから、まあ、でもそうか巨人の星はに千葉哲也は1ミリも絡んでないから、うん、あそれは違う合ってはないね。ややこしいねこれ。ややこしいねこれ。二人でもややこしいよな。この辺の時代の人ってマジで言わんに越したことないな。もうこういうのな。めんどくさいな。なんか、こっちが間違ったみたいにされて。間違ってはいないです。この人らがややこしいことしてるの。まあもうな、増えてくる一歩やから、そういう情報は。梶原一騎さんってでもめっちゃ多いよね、だから。多いですよ。その原作。タイガーマスク、タイガーマスク。タイガーマスク。枯れてばっか一台は？は違う。もう、出されてたもん。ちょっと待って。そうですね。そうですよね。危ね。柔道一直線。柔道一直線なんてなかったっけ？なんかなかった？柔道一直線って。柔道漫画はあるでしょうけどね。梶原一騎。柔道一直線？ほら、当たってるやん。もうこれで盛り返したやろ、俺は。俺の、その知識だけで。俺の罪は、もう消えたやろ。めっちゃ、エースの狙いは違う。まあ、さすがにあれか、女の人の話やから。なんか、絵のタッチが違いそうだしな。いや、違う、だから、梶原さんは原作やから。それで言うと、アタックナンバーワンは？は？梶原一騎？は違う。違う。違うか。逆に、千葉哲也は、明日のジョーと何があるの？千葉哲也ね。明日のジョーだけなんじゃない？もしかしたら。いや、ボクシング系でやってそうじゃない？その、他の。明日のジョー以外のボクシング？っていう、なんか、パターンもあるやん。そういうのも千葉明夫とね兄弟なんですよね。千葉明夫さんは何やった人？キャプテンのね。ああ野球漫画。野球。ああ千葉哲也。千葉哲也。うん。野谷松太郎とか知らないですか？ああ俺あんま知らんわそれ。相撲。へえ。ああ野谷松太郎っていうのやってるね。知らんな。明日天気になあれ。ゴルフ、はい、ああはい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 。出たわ俺これ。うん。それの原作は？原作梶原一騎ちゃんもしかして戻ってくる。原作は千葉哲也ですね。ああそうなんや、はいはい、原作も作画もまあ、ややこしいよね。ややこしいよな、あの辺な。現物は踏まない方がいいかもしれない。ブクロがさだまさしと南こうせつをさ、ごっちゃになってるぐらい。デストロイヤーね。デストロイヤーで聞けますんで。あっちの方が重罪な気はするけどな。こっちの方がまあなんかな。やっぱ美空ひばりとさ、宮古晴美もさ、なんか俺ら世代はちょっとあんまよく、なんか千秋直美もさ、いや千秋直美さんが言われたらちょっとあんま分かりに来へんな俺もな。千秋直美の歌は何？分からん。もう喝采ですよね。ああ友近さんがやってるイメージやな。うん、宮古晴美さんの歌は祭り、ま、わっしょいわっしょいは、だからそれは島倉、それそれそれお祭りだよ、美空ひばりさん。島倉千代子さんじゃなくて、うん、島倉千代子か。島倉さんね。美空ひばりと水。いや、俺はね、なんか、宮古晴美と千秋直美が、なんか、ごっちゃになる。うん。なんとなく。ごっちゃなる系。ごっちゃなる系な。うん。だから、八代亜紀さんと島倉千代子さん、俺はなんか、え？その、なんか、俺その対な気を、いやいや、八代亜紀さんは山本凛だよ。うん、おお、そこ結構はっきり分かれてる気がする。なんかそんな感じせえへん？なんとなく。そう。なんか顔の感じとかも。ああ、そう。俺どっちもなんか、島倉千代子さんも、八代亜紀さんも、なんかバラエティも出てるし、演歌もやってるしのイメージもあったから。それで言うと、俺はもう、早見優と、あの人。横尾さんいや、森尾由美さんか。まあ似てる。雰囲気似てる。俺はね、松本伊代さんも、ちょっと早見優さん。まあ一緒に世代大人になって分かったけど、っていうのはあるよね。いや、もうずっと失礼なこと言ってるから、ね。いや、でもそういうもんですよ。まあそういうもんですよね。そういうの、なんか皆さん。その二人が一緒に線路入りました、ね。そうですよね。炎上してましたよね。ブログも、ね。まあそういうのあれば。あるかな。ところからすれば、この間やって、武藤さんと長州さんが、ほぼ、長州じゃないやつ。長野さんね。そうそうそう。天竜と長州さんが一緒。そこは分かる。まあ声がね。そこはけどプロレス確かにその辺ややこしいよね。まあね、ありますよね、いろいろ。そういうのは、まあ、津田さんもしゃあないな。うん、津田さんの間違いもな。渋谷凪里渋の日なの全然意味わからない。全く別物やから、なんか、はい、雰囲気が支えられてますわ。だからそんなこと言ったら、あけぼのと小錦もあんまよう分かってなかった。当時はそうやね。なんか、まあまあ外国人やし、ね、っていうぐらいの、まあまあ分かるか、さすがにそこは分かるか。いやいや、でもなんかごちゃなってたイメージあるわ。そう、俺はやっぱ武蔵丸ってちょっとコメディーなイメージで見てたけどね。
あ、武蔵丸な。武蔵丸もややこしいけど。え、今何て言ったんですかね。武蔵丸と明けぼのはちょっとあれやったんですね。明けぼのと。明けぼのと小錦。あ、小錦ね。錦ね、うん、まあちょっと、まあ、ちょっと唯一無二感あるか、小錦は。ハワイだし、うん、ハワイのイメージはね。やっぱ小錦と、うん、あの武蔵丸はやっぱ大関止まりだったじゃないですか。うん。うん。あ、なんかそこでこうやっぱ明けぼのの方が。確かにな。え、明けぼのも、明けぼのは横綱か。横綱ってるね。武蔵丸は大関止まりやった。大関止まりですよ。そうそうそう。実はね。確か。ほんで、小錦も大関止まりやった。そうそうそう。まあまあ。新旧交代感はありましたよね。うん。まあそういうのちょっとなんか募集します。あるかな。はい。ちょっとまた来週聞いてください。さよなら。さよなら。さらば青春の光が、ただバカ騒ぎ。